はいどうも、ハギチャンネルでやハギちゃん、ハギちゃんチャンネル、ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル、ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル、ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル始まるよ。チャンネル登録よろしくね。ハギチャンネルでええやん、ハギちゃんチャンネル。確かに、癖がね、ちょっとそういう動画ばっか作ってる。いや結構卑猥なんですよね、頭の中が。いや最高です、男からしたらたまんないですよ。いやでもまあそんなんどうでもいいんですけど。違う、温度急に変わった。何なんかした俺。なんすか急に。ちょっとやめてくださいよ。なんか動画、はい、なんだろう、すごい今までで一番楽しい動画撮ってる感じです。なんかすごい自由な感じがして、こんなにもカメラに自由に発言してもいいのかなっていう。あ、全然何でも。いや、なんかこういうの好きなんです。酒飲みながらなんか喋るって大好きなんですよ。確かにいいですよね。なんか男女関係なくお酒飲みながら喋ると、なんかこうお互い気使ってる部分とかがちょっとだけほどけて、確かにあります、楽しく喋れるからいいですよね。だから僕もいつもお酒飲むと、でも最終なんか恋バナみたいな、うん、恋愛相談みたいな人があるんですよ、女の人とかに。なるほどね。恋愛相談か。どんな人がいいですかね。モテる人ですか。モテる人という、うん、モテる人、そうですね、モテる人ってどんな人ですか。多分会ってる時もなんかこう全て自分出さない人がいいんじゃないですか。ミステリアスな人がやっぱり。まあそれ言われました。うん、なんかすごく魅力的。影があるというか。ですね、裏があった方がすごく、なんかこの人の言ってることはなんか本当なのかな、嘘なのかなで揺さぶられちゃいますね。確かめたくなっちゃう、ね、うんうんうん。全部最初から犬がこうお腹向けてる状態なんで全部出しちゃってるんですよ、最初から。あんま何も気にしないんでダメですね。それかそのバイバイってするじゃないですか。はい、あ、バイバイ、よかった、バイバイ、よかったね。作戦、お茶で作戦会議、はいはい。なんかバイバイってしたのに、誰かと連絡先を交換してると、一、はいはい、人でもその場ではブバイっていう、楽しかった、またね、まあ、のみんなと飲めたらまた飲もうみたいな感じで、うんうん、でもその帰って、ちょっと帰り際にちょっとこの後来てよみたいな感じで言ったりとか、そのギャップみたいなのはどうですか。なるほど、口では直接バイバイって言ったら、うん、みんなの前ではそうだけど、ちょっと自分で気になってる子おったら、今もう帰んのみたいな、うん、そう、もし違うんだ2人でちょっと軽く飲みに行きたい、あの出たいから俺先に帰ったけどみたいなとかどうですか。それいいかもしれない。それは丸まま使います。クマがすごい、やっぱりいつかね、僕の色調全部取るんですよ。参考一の古川ゆかちゃんにもらったやつなんですけどね、うんうん、名前お寿司ってつけてるんですよ、ひらがなで。だいぶ痛いし、33で。でも抱きしめながら寝れますよね、これが。いやでもでかすぎるんですよ、頭が。頭もうちょい小さかったらね、その抱き枕みたいにできるんですけど。うん、かわいい。でも癒されますよね。でもこれなかったらほんま殺風景ですよね。確かに、これがあるからいいのかもしれない。え、どうですか、男の人の部屋ってあんま行ったりとか飲みに行ったりとかするんですか、友達とかやったら。友達のうちとかはたまに、なんかおにじ飲むときはその鬼レモン、レモンドのね、あれを、あ、レモンドの、はい、あれを結構氷ガーって入れてピッチャーで飲むっていう会をしてたりとか。言ってました、そういえば。鬼レモンのやつピッチャーでって言ってましたね。今度飲もうって言われてピッチャーでって言われたから怖いと思って話し取らそうとしましたけど。まあピッチャーってみんなで飲むんで。でももうピッチャーでって言われた。3人ぐらいで。いや、すごいな。そう、アニメ好きなんですけど。ああ、言ってましたね。そう、それを語りながらみんなで飲む。最高の回じゃないですか、一番いいな。でもそういう人たちのお家も殺風景ですよ、結構。あ、ほんまですか。なんかここすごい、なんだろう、何なんか見えるんですか。やめてくださいよ、その辺り見渡して笑い出すのとか。違う、なんだろう、すごいなんか生活あんまり感じがないですね。あ、ほんまですか。なんかこう物が少ない。どんな男の人の部屋がモテるんですかね。これいいんじゃないですか。これでいいですか。いや、私はあんまりマジでその友達のお家しかないから。またなんかちょっともうところどころやめて。もう喉がグッてなったさ。あ、びっくりした。もうあるけど、お酒飲んでて炭酸とかでね、グッてなることびっくりした。今急なタイミングでそんなとこで喋り止まったらびっくりしますよ。すごい。いやー、面白いですね、飲むのが。飲むのが、なんかそう笑うからすごい熱くなる。なんかこう回る、いつもより。何がや。美味しいですね、でもお酒。最高ですね。なんか私外で飲むより家
あ、そうなんですね、うん、なんでなんですか、家の方がすぐ寝れるから。そうだ、まあ確かにそうか。あと外だと酔っ払った時とか、例えばね、本当に、ね、ギャーはしないんですけど、周りもみんなウェイってなってたら 目立ったりとかしたら嫌じゃないですか、うん、確かに。家だとね、全然もうアニメで100歩してるアニメに100歩いいなぁ。このシーン、このシーン、このシーンみたいなんで、みんなで毎回巻き戻してみるみたいな、キュン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 見て。あ、僕もでもアニメとか結構見るんですよ。え、マジですか。でも、うん、あんまジャンルが僕問わずというか、うんうん、人に勧められたら全部見るんで。じゃあ最近見たやつ。あ、でもドロヘドロとか。わー、最高っすね。確か、勧められて。素晴らしい。素晴らしい。ドロヘドロを見たのは素晴らしい。素晴らしい。いや、面白かったっす。なんか世界観も。やのに、あのなんかトーンが普通のトーンみたいな。が普通もっとなんかね、バトル漫画っぽく行っていい天使やのに、うん、結構ローなとこで行くなとか、あれが面白いなと思いました。なんか、それが普通の世界っぽいというか。なんか、あの作品、めちゃくちゃいいです。やばい、肩やらしたら今ポンってなんか、ちっと見れる。でも、一つだけ言うなら、アニメの方がやっぱクオリティが高いんですよね。はい、で漫画とか。そうです。マッパっていう制作会社がやってるんですけど、一番今来てる制作会社なんで、映像がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。っていうだけです。もう食べとく、もう。危ない。ギャーって言いそうになるんで。いっぱい喋っちゃうから。危ない、ギャーって言って、そのままバタンって倒れられたら、すぐプロタさん連絡して連れて帰った。なんか、ギャーって言って倒れたんですけど、これ、なんですか、いつもあるんですか、これ、ギャーは。いや、よくあるんですよ、なんか。よくあるんですよ。アニメのことになると、みんなで楽しくなって、めっちゃ飲んだら、でも、一切そういう共通の趣味ある人ってたまんないですよね。うん、雑食薬はなんか、何でもやっちゃうんですよ。極めたらすぐもうその回が楽しくて仕方ないっていうのもありますね。全部だから全部7割ぐらいまで楽しくなっちゃうんで、うん、それもすごい、なんだろう、個性いいですよね。いい個性です。むちゃくちゃいい個性です。しかも好き嫌いが全然、ほんまに食べ物とかもそんな一緒ないんで、うん、いやすごい。漫画とかアニメも全然少女漫画で何でも見るしみたいな感じです。ゲームもだから勧められたら全部やるし、まあ、苦手なゲームとかあるんですけど、それだから友達とか知り合いがこうね、やっぱ信頼されるというか呼びたいって なりますよね。まあ誰とでも喋れますもんね。いや、私だって1回目に会った時にもう好感度は高まりですね。嘘でしょ。本当に全然そんな嫌じゃないですよ。いや、本当に会話の回しとかもやっぱすごいなと思ってて。恥ずかしい。そう、ちょっとあのあっこに飾ってる天下だけ隠しといてよかったですね。だいぶ好感度下がっちゃいますもんね、あれで。いや、あれに一番目行きました。すいません、一応ファンの方がお前一人やったら寂しいやろうということでさせていただいたんですけど、ちょっとあそこセキュリティやばかったなと思って、レイさん来んのに隠しといてよかった。人形でできるだけフェイクにしたんですけど、あんまね、カメラに映らないようにしてるんです。あれも天下かと思いました。やめてよ、すごい天下好きなやつみたいになれない。ください、人形を集めてるのか。恥ずかしい、ミスった、セキュリティ甘かった。いや、自分の目線入ってる、どのタイムもういじらない、やっぱ恥ずかしいなって思っちゃって、うん、すいません、いじっちゃいました。だいぶ一人でヤッホーしそうな声って思われた、ちょっと結構ですもんね、量ね。もうもらったやつなんですよ、もらったやつ。え、どこですか、地元奈良っす。あ、奈良なんだ、はい、私大阪なんで。え、そうなんですよ、意外と全然そんな感じしないですね。そう、多分僕これ聞いてもまた次大阪って言ったらえってなりますよ。そうですか、ぐらい藤井寺の方なんで、あの天王寺かな、やたらがいっぱいいるヤンキーたちがいっぱいいる街なんですよ。あ、その辺なんや。そうなんですよ、ちょっと意外、いや、めちゃくちゃ意外ですね。はい、結構ブイブイです。ブイブイ、それは嘘つけ、ブイブイです。あ、ちょうどあれです、もしもし、あとです。あ、なんか言ってたかもしれないですね。なんか言ってたかもしれないですね。まあ僕も行けたらっていう感じで答えてた感じですね。いや、でも明日早いなって思い出して、そういえばあのこの間朝早くて辛かったなっての思い出したとこっす。もうええって、行けそうやったら行くって、もう今飲んでるからもうええって。まあ頭のどっか片隅のだいぶ遠くの方には整理しておきます。わかりました、わかりました、はい、了解です。はい、なんかあったんですか。いや、普通に夜誘われた。あ、何会ですか。いや、普通飲み会です。すんません。あんな感じなんですよ。前も朝まで飲んで、そのまま次の日ゴルフ行ったらもう眠すぎて、うん、ゴルフしてましたもんね。ゴルフのしたいな、ゴルフのしたいな。あ、でもいいんじゃないですか。ゴルフやってたんですよ、ずっと。あ、そうなんですか。じゃあもうそんな僕が生意気、僕なんか2回しかコースやってないんで。めっちゃ生意気にも言いました。あ、ゴルフ楽しいっすよって言いましたけど、ま
か楽しさも分かってないですか、足パンパンですから始まってキャディやってたんですよ。えそうなのでキャディめちゃくちゃパンパンで、もうグリーンの読みとかヤードとかも。こんな素敵なキャディさんおったらめっちゃおじさんたち声かけれません、ね、なんかそうそう言ってないです、これ初めて言いました。えなんか F 上で、 F 上というか S その SNS 上で2年ぐらいやってて、そうだからかなりゴルフの知識がある。ちょっとそれまたもうまたすごいな、大人はみんな好きやんこんなに男の気持ちとかグッとずっと掴んでますね。いやいやいや、それなんで絞れたの。絞れたの、違う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 、いやなんかゴルフのそういうのとかってことじゃないですか、そういう男心とかそういう感じ。そんな僕直接的に言わないです、男の気持ちとか使ってます。それレイラさんの妄想の僕言わない、言うわけないじゃないですか、見たことないでしょ男の気持ち、何言ってんの。でも一時期その OL をしながら、まあ OL はその後なんですけど、その男性が一番求めるものってなんだろうって思った時に、あその感性、そうだからゴルフってすごく男性が結局やるスポーツだと思う。最終行き着くって言いますよね。そうあと料理、料理の資格とかも免許取ったりとか、そう栄養管理の資格取ってみたいな。いや男性が好きなものに対して提供したいって感覚が強いんですよ。エロとかそうです、エロエッチなことも結局いろんなことを勉強するのって多分そういうのでなってるのかなって自分自身が。はあなるほど。そういう感じ。そうですね、最後もうメロとエッチなやつしか残らなくなっちゃった僕が。いやでも私もそうなっちゃいます。なんかねうんって思った時になんかいろんなゴルフの音聞こうと思ったけどエロのことばっか考えちゃう、やっぱまだ中学生みたいな僕が。いやなんかエロで質問ありますか。そんな直接的にいいんすか。じゃあなんだろう、じゃあ、こんな聞いていいかわかんないですよ、その何ですか。やっぱ男の人が思われと女の人って演技をしてくれはるじゃないですか。はい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 。男の人って前儀の時に女性が、うん、あすごいなんか恥ずかしいな女性が思うあれと男性が思うあれって違いですか。そうです、ね、いいなって思う、これやってたら女性喜ぶやろうが全然違かったじゃないですか。アダム徳永さんみたいにもうほんま触ってるか触ってんか分からん、こんなんかええいいですよ何でも聞いて。ちょっと待ってください、いやでも私はちょっと偏った女子だと思うので。偏った女子なんかこうなんていうんですか、やっぱり行き過ぎちゃってるじゃないですかエロに対して。いやまあそうですね、だってノーパン自転車とかやったりする。あれは衝撃ですよ本当に。僕の YouTube の概念がちょっと壊れかけちゃいましたからみんな上がったらチャンネル登録外したいと思います本当になんだこの過激なサムネ見られたくないみたいな。過激なんですよサムネが。あれってやっぱでも普段からこういう妄想しちゃったりするってことなんですか。いやむちゃくちゃします。もう自転車を乗ってる時、はい、この前ジムとかで自転車を漕いでる時に、はいはい、これノーパンだったらどんなことできるんだろうっていうふうに考えちゃうんですよ。すごい、そんなすぐノーパンに何でもノーパンにしちゃうって一旦それはふと急に妄想しちゃうんですか。いつも妄想してるんですよ。それいつ頃からなんですか。学生時代とかからもうずっとそんな感じなんですか。ですね、なんか一人ですることに対してすごく興味があって。へえ。あんまこんなん聞いてみよう、いつから目覚めたんですか。一人ですのはもう本当に小学校とかです。何で気づく。例えば、はい、あ漫画とか、はいはいはい、小学校の時に読む漫画ってあるじゃないですか、はいはいはい、で男物 も読むこともあったんですよ、はいはいはい、そういう時にエロ描写っていうのがちょっとあるじゃないですか、うん、別に今見ても全然エロくないんですけど、はいはいはい、若干そのエロみたいな、まあ昔のアイズとかトラブルとか、うん、そういうね、そっからなんかそれに異常に快感を覚えるというか、わかります。なんかそのエロに対しての何かパンチラであったり、あ、そう本当にそういう肌と肌がピトッとかいうひっついたりするのみたいな、ですピトッみたいな、ピトッみたいななっちゃうんですよ確かにね、効果音ちょっとやっぱ面白エロいっすよね、あれ本当にそっからですね、ずっともう、ちょっと大人なことに興味を持ったりとかが早かったかもしれないですね。さあもうこんなん聞いてます。今まで一人でまあそういろいろなことしてるんですけど、何が一番楽しいで、これは私革命的ですけど、まあよく言うとそのね大人のおもちゃを使ったりとかそのあると思うんですけど、あでも本当にそのブログを始めたきっかけも一人でやって
ってても興奮って収まらなくなってきて、誰かがそれを自分の行為を見てくれてることが一番興奮に感じたんですよね。だから今ずっと続けてるというか、そういうことをしてるのが、そう知らぬどこか世界の誰かが私のこと見てるかもしれないと思うと、そうですそうです、一人でやってるだけじゃなくて、その動画がたくさんの人に見て、それをみんなが興奮として見てくれてるって感じることが、また次もそれでしちゃおうってなったりとか、ここでしちゃおうとかなったりするんですよね。すごいフェチズムの話ですね。いやちょっと AV 女優さんと違って、 AV 女優さんは見せるためにやってる。そうですね、見せる演技の方ですかね。大変ですかね、あれも。私は多分その見てくれてる人たちの反応でもう一回してるっていう感じですよ、ずっと。じゃあもう言うてみたら自分のためにしてるってことですね。自分のためにエッチなことをしてる。究極のオンリーじゃないですか。もう皆さんがいるからオンリーできてるみたいな、オンリーになっちゃうみたいな感じです。オンリーというか、もうなんでしょうね、エッチオンリーエナニーエナニーくんですね。もう意味わからない。だってしょうがないじゃないか。難しい。みんなが見たら気持ちいいんだもん。ハギちゃんチャンネル、それで考えてしまう、その人たちが楽しむコンテンツか、自分のすごい一番の欲求だとかって、これを見てじゃあ男の人が興奮してるって思うと興奮するみたいな。そう、じゃあどうやったらこういう男の人って喜ぶんだろうみたいな考える。そう、すごい考えるんですよ。だからそういうので、ちなみにこれもあくまでも例えば妄想でいいんですけど、僕どんなの好きそうですか。例えば全然今前情報ないじゃないですか。ないです。どんなんが好きそうですか。わかんない、なんかもう一瞬回って普通のが好きそうですけど。一瞬回って耳を澄ませば的な。なんか自転車の後ろに乗って親が下にいるけど、こうなんかちょっとなんか手触れてキスするみたいな、もうそういうピュアな感じを求めてるのかなって思ったりもしますけど。チューが一番好きなんで、チューしただけでもすぐ好きになっちゃうんで。チューしただけでもね、なりますよね。なんだ話。でもあ、そうさっき言ってたなんか前技とかの演技をするって言ってたじゃないですか。なんかそれっていい意味で失礼じゃないですか、男性に対して。成長がないから。まあまあ、まあ、成長はないですね。満足しちゃうというか、俺ってすごいだろうってよく言ってるやついます。なんか私はしないタイプなんです、演技を。動画とかでもそうだし、相手ともそうなんですけど、そういう人っているんですかね、やっぱり。演技する人ですか。めっちゃいい。だって僕女の子の会話の中で聞きました。それでもすごいですね。逆になんか私男性寄りなのかもしれない。かもしれないですね。男性が好きなことをばっかり考えてるから、なんかあんまり女性の気持ちっていうのが分かんないのかもしれない。逆に意外と。ああなるほど、確かに。なんだこの話。いやでもお酒飲むとこうやっぱエロ談義もだから、ね、なんかいいですね、この知識の探求というか。確かになんか深いですよ。エロやけどエロじゃないですもんね、今。普通のアホの誰とやったーみたいな。エロに誰かとやったーみたいな、普通アホみたいな質問すればいいのに。あ、なるほどーっていうトーンが。それがやっぱりあの友達になってしまうポイントなんだな。確かにな、普通やと聞くで、誰が YouTuber とか芸能人誰かやってないんですかみたいなのを聞くのが普通ですもんね。いいですよね。だってやっぱり人間の三大欲で食欲、睡眠、性欲ってあるわけですから。性欲っていうかエロって共通言語。共通言語ってことです。そう、男女といろんな国もそうだしみたいなね。やっぱいいなって思いますね。エロって本当いいですよね。なんやこの人。もうええて。それでは聞いてください、100年越しの I love you。ごめんなさい、何これ。イエイエハギちゃん、誰ですかあなた。ちょっとワンツースリーフォーハギちゃん。ファイブやで、何ワンツースリーフォーハギちゃんって。イエイエハギちゃん、イエイエ誰ですかあなた。チェックザハギちゃんチャンネル。何をチェック、かっこいいの入ってきたな。何これ、ハギちゃん言うな。イエイハギちゃん、イエイハギちゃん、ちょファンファンファン、かっこいいね。カモハギちゃん、どこ行ったらいいねん、カモハギちゃんって。レッツダンスハギちゃん。なんで踊らなあかんねん。イエイエハギちゃん、それやめろ。イエイエ言うの。ワンツースリーフォーハギちゃん、ファイブや言うてんねん。それやめろ、ワンツースリーフォー。イエイエハギちゃん、なんやねんこれ。おいチェックザハギちゃんチャンネル。何言うやん、かっこええねんこれ。おんハギちゃん、ちゃうちゃうねん、ちゃうねん。ハギちゃん、ラブソング歌いたいな。何よ、カモハギちゃん、こいったよ、もう踊ったらええかも。いや、終わったやないかこれ。もうええて。